はい。じゃあので、今回なんだっけ、リフトキング集合バトル94年ということで、ということで、もう一回聞いてやっていこうよ。ちなみに、どこがバトルって言ったら、首都高速道路でのバトルの設計です。新しくやっていきましょう。はい、車の魅力に取り付かれば、はい、取り金の意味を持つプロレーサー土屋圭一門勝也さんの一人であったと。そして今、首都高速を目指す一人の若者が、チューンシャップバンド紹介の門戸を叩いた。っていうのかな？で、プロローグです。モニターを使用、一般のドライバーが関係します。詳しくはバンド。来ちゃいましたね、バンド紹介。すごい、車はブルーセンスですって、その代わりに、レードと、モートルと、50キロごとにテストしたい。50キロって1日何、1日ごとにテストかなってことは、あまりかんない。レース走行距離を50キロごとにテストかな。50キロだと首都高5周ところだ。橋の筋肉のチームがこのままでやるんですけど、首都高5周で50キロか、1周16くらいだよ。いや、ただし、チューンアップするからには、チームも勝ちました。確かに。そうですよね。テストしてもさ、なんかその、走らない状態で文句とか、なんだ、こういう方がいいよねっていうコメントをしちゃってね、その通りに文句をしてもよくなるか、よくならないか。ゲームなのこれ。まず初めに車。タイプ剣道だが、どっちのタイプだ。じゃあ、高速マニュアルで。はい、VK だ。シルビーだね。はいはい。待ってね。全然パワー違うし、クラブバイクで。カラミング。やっぱり知らないね。これにしよう。よし、セリガス、まだ白くもらって。来たね、誰か。あら。まあじゃあ、公には言える話じゃないですよね。昔もそっか。いろんなことが大事ですよね。いろんなことが必要だからね。それぞれのコースには、それぞれのコースに出てくる人たちがいるはずだ。その時は、おー。プレステのプロとか、スーファミオコロとかなんかこの頃ってさ、土屋圭一さんがまあゲームのラストさんも多かったですよね。峠マックスとかさ、峠マックス2とかさ、首都高バトルとかさ、他にもなかったっけ？なかったの？まあいいや。さあ、なんか任してくれるんだよ。バトルに出てくる感じでもいいんで、お前見ちゃうんですよ。出てくる感じでちょっと見てみよう。なんかちょっと落ちるんできる。エンディングされる。まずそんなことなんでしょうか。結果じゃあ春か。サビはまだいいわ。基本的に変えてもらえないのか。ダンスしていいか。ステーション。それよね。
이런것들고나기야그렇게나가브레이크약속이있는것을또사연그리프가로시나를심하게가만히가서치라서가만히있을때일까요번에있을때브레이크도못가서너무가가맞게많이못있을거라고생각합니다그중핸들기능을안들으면서는아무나있을까스피스사연이가잔뜩그리프실까또감내야미미를다시한번했어사연이가들고있을때는핸들을기능을못하나요그리고시대핸들을올려세가그럼한번으로기분이가진다는것은소위인것이었어요이번에그러면소위인것이었는데뭐뭐이드리프트는まだ今度でいい基本通りに走ってそっから応用に入ってくるってことですねちょっとずつ限界を超えていくそしてそこでの操作を見つけるとちょっとこれ走り込みだから一回スキップしますねなんか来たんだけど。ねえ、これ。あんた暇なんだろ。俺の友達バトルしようぜ。来たね。こういうのあるよね。こういうことね。現実でもあるよね。よいしょ。この峠は感情なんで。この峠あるか?ここからさ、としてさっき募集した頃が違う。募集ならない。俺のこのタイプ K だから、シルクで、これから高額なんで、募集できるじゃないですか。さあ、レッツゴー。Right.